今週の火曜日、和歌山で柳丞琳にって嘘ついてライブやってました。和歌山まで行くと柳丞琳が死んだなんて誰も信じがらん。当日喧嘩後に行列してんだバカ。
往年の30年前からやっていた風のコンサート復活します。イエーイ。バーツーは仕事を休むそうです。あの知り合いの方いたら無理やり引きずり込んで大変。40組ほど往年の一番多い時で40組がこの電車ずっと乗ってやってたんです。まあ30あの阿武木も30周年記念なんで、ちょっと賑やかにしてあげようかなと思ってやってるんで、ぜひご参加ください。
ライブやってとさ、当日券買って入ってきたやつらでさ、MC が福島弁でこう、なんかあれと思ったんだけど、いやだいぶ長く福島住んでると鉛出ちゃいますねなんてごまかしたんだけど、髪の毛どうしたんだって言ってさ、あら、あの現役の頃はあれカツラだったんだって、本当はこうだったんだって。
しくない光井上さん、井上隆之さん。